本日は今週末に行われます東北ペットフェスに持っていく販売予定個体紹介をしていきたいと思いますいつもの,あのショーと同じく今回も事前売買が可能ですのでこの動画をご覧になって気になるお答えがいましたらお問い合わせいただけましたら幸いですそれでは早速販売個体紹介していきたいと思います まず、一匹目にご紹介するのが、パステルレオパードデザートゴーストのオスです。この個体は先日エッグカットをして、後日は8個体紹介で投稿されると思うんですけど、時間繁殖個体です。オス親が昔ジョリスから輸入したパステルデザゴ、50%ヘテロホワイトウォッシュのオスと、メキセオがレオパードヘテロデザゴ50、50%ヘテロホワイトウォッシュです。まあちょっとホワイトウォッシュの件についてもまた8個体紹介でお話ししようと思うんですけど、 えー、この個体は、えー、なので、まあ、表現系としては、まあ、ホワイトボュ以外全部が出た、えー、パステルやっぱデザゴですね。うん、で、えー、なおかつ、メス親のレオパードが結構男らしい、こう、大ぶりなレオパードっていうか、結構、まあ、リデュース気味のやや、こう、バンデットの、こう、大ぶりな模様の僕の好きな、こう、レオパードなんですけど、まあ、その表現をこう、しっかりと受け継いで、このようにこう、パステルが入ってるにも関わらず、割と大ぶりな、えー、模様が出ました。うん、あとなんと言ってもこの色がもう最高に綺麗くて、 ちょっとこうライムグリーンがかってるんですけど、もうその白さが際立ってるというかね、その黄、黄色なんですけど、こう、こうし、白気味のこうライムグリーンというか、こう、かなり明るい色になってて、なんかこの将来性をこうすごい感じさせる作れるような表現をしているレオパールデザコです。やっぱりこうパステルデザコも、パステルレオパールデザコも割と生まれたてって黄色がかなり強く出るんですけど、この個体はこう、 抜けとこの白さが結構際立っていて、もう間違いなく成長するにつれて白くなっていくであろうと感じさせてくれるような個体です。あとはこの尻尾のこの下半身の方の背中の若干黄色の発色というか、まあ、そこもすごい良くて気に入ってます。僕はそのオスワの方のパステルデザゴー50%ヘテロホワイトウォッシュの方がこうホワイトウォッシュのヘテロを引いてて、メスワが引けてなかったのかなと思ってるんですけど、 うん、まあ、ジョリス曰くホワイトオッシュのヘテロが入ると結構白くなるというか明るくなるらしいんで、まあ、それも、そういうのも期待したいなと思ってます。えー、この答えは、えー、パステルレオパードデザーゴのオスで25万円で販売予定です、えー。続いてご紹介するのがデザートゴーストのオスです、えー。先ほどのパステルレオパードデザーゴのオスとシブリングです。まあ、あのー、表現としては結構リデュース気味で、なんて言ったらいいんですか、その明るさで言うとそこそこなんですけど、そのモノトーンというか、こう、白さ、 なんかこう、なんて言ったらいいんすかね。もう成長するにつれて間違いなく白くなっていくんだろうなと、えー、感じさせてくれるような、この、色味というかね、うん。結構ね、デザゴってもうちょっと黄色いんですよね、生まれたで。もっと黒と、なんかクリーム色みたいな感じなんですけど、結構こう、モノトーンさが若干出てるような、こう、なんとも言えない色合いをしてて、かっこいいなと思います。うん、この答えも多成長するにつれて結構白くなっていくと思いますね。親の、この先ほど言ったパステルデザゴが、もう自分が今まで見た中のでは一番こう、最も白いパステルデザゴで、 うん、すごい気に入ってる血統なおかつ、シブリング同士かけたので、まあ、一つの決闘を使ったデザートゴーストということで、うん、いいんじゃないかなと思います。えー、この個体はデザートゴーストのオスで、えー、7万円で販売予定です。えー、続いてご紹介するのが、オーディーファイアエンチのメスです。えー、この答えも自家繁殖で、えー、先ほどの9月と同じく、まあ、エッグカットを取ったので、まあ、この答えも後日、8個で紹介でも紹介できたらなと思います。 えー、オスすそがスーパーオーィーファイアースティンガー。えー、で、メスオヤが、えー、シングルのブラックパステルです。まあ、メスオヤのブラックパステルが、こう自分の中でこうベストな、えー、表現のブラックパステルというか、まあこう黒黒してて、オレンジの発色出つつ、結構ブラックバックで、えーで、サイドの模様もこう、複雑というかね、二重線になってて、で、顔もシャープみたいな感じで、まあ僕の中でこう理想的な、えー、ブラバスのメスから生まれた答え。まあこの答えはあのブラバスは遺伝してないんですけど、えー、オすのオのディと、えー、ファイアとエンチが遺伝した答えということですね。 おそわいスのスーパー OD ファイアスティンガーもかなり、えー、僕の好きな表現で、えーまあ、ドリームも僕の好きな決闘なんで、えー、なかなか綺麗な答え出てくれたんじゃないかなと、えー、思います。まあ、ディファイアエンチ。まあ、ファイアエンチっていうのは、まあ、結構独特、独特というかもうまさしくファイアエンチっていう感じの表現。な例えばその、バンデットで明るくてその中がこう赤く抜けてるみたいな、えー、感じのこう典型的な表現をするんですけど、まあそこにこうドリームが入ったことによって、えー、より、えー、リリースに明るくなって、 まあすっきりしてるという感じですねこの個体は OD ファイアインチのメスで7万円で販売予定です続いて紹介するのが先ほどの OD ファイアインチとシュブリングのオレンジドリームブラックパセルファイア OD ブラパスファイアですねのオスですこのクラッチがまあ個人的にはそのブラパスドリーム B 狙いだったんですけど、まあ、その中でこうスパイダー乗っていないことですねなのでこう OD ブラパスファイアなんですけど やっぱりこう、オレンジドリームとブラパスがコンボになって、まあなおかつそのお互いの決闘にもよるんですけど、OD とブラパスがコンボになると結構オレンジの表現が結構出るんですよね。オレンジというかピンクというか結構いい色が出るんですけど、まあそこにファイヤーが入ることによってえ、ワントン明るく、まあ抜けが強くえなってるという感じですね。うん、そのブラパスドリームのこの黒オレンジみたいなのに、えファイヤーのこうクリーム色というか明るさが出てるという感じですね。僕結構ブラパス、 ドリーム系が好きで。まあ、その中でもブラパスドリーム B っていうのがもう最高に好きなんですけど、うん、まあ、スパイダーが入ってなくてもここまでこう、ピン、なんて言ったらいいんですか、その明るさというか、うん、なんかいい色出てくれるので、僕は結構好きなコンボですね。まあ、ここに、え、色いビリとか入れるだけでも結構綺麗なモルフ出てくるんじゃないかなと思います。劣勢だったら、やっぱクラウン系に進んでいきたいかなという感じのコンボです。まあ、このことはノンヘテルなんですけど、 まあぜひなんかお気に入りのモルフかけて、えー、楽しんでもらえたらなと思います。えー、この個体は、えー、オレンジドリームブラックパステルファイヤーのオスで、えー、7万円で販売予定です。えー、続いてご紹介するのが、えー、先ほどと同じく、えー、オレンジドリームブラックパステルファイヤーのオスです、えー。結構ね、見比べていただくとわかるんですけども明らかにこう表現が全然違うんですよね。まあ主にパターンが全然違って色はまあほぼ同じ。かややこっちがこう、うん、ピンクみというかね、こう赤みというかが強いと思うんですけど 結構悩んだんですけど、結論としては自分の中ではもう、ドーモルフの個体魚という結論に至りました。やっぱパターンはやっぱ全く違うんですけど、パターンを無視して、カラーというかね、色だけとか抜けとかだけにフォーカスしてみたときに、もう明らかにもう表現が全く一緒なんですよね。まずあの、お蕎麦がスーパーオレンジドリームなんで、ドリーム確定でまあ色味的に、まあまあ明らかにブラックパテルも入ってて、でまあファイーも入ってますよね。そのファイーが悩んだんですけど、やっぱ明らかに抜けてて、 うん、オーディブラパスだけの色じゃないですよね、明らかに。で、やっぱオーストラリアにエンチが入ってるんで、もしかしたら先ほどの個体がエンチ入れなのかなとか思ったんですけど、まあ、それにしても、こう、色の個体差が全然ないんで、まあ、先ほどドーモルフかなという判断です。ただ、まあ、表現としてはこちらがかなり、まあ、好みなんですけど、面白いかなと思います。まあ、背中はまあ、若干やや途切れ気味なストライプ。まあ、なんか、背中だけ見ると、こう、一見フリーウェイのような、 ストライプでこうサイドが柄が繋がりながら結構オーディーブラパスファイアの色が出てくれているという感じでま結構面白い個体なんじゃないかなと思います。この個体はえオレンジドリームブラックパステルファイヤーのオスで9万円で販売予定です。続いてご紹介するのがウルトラメルパイのオスです。この個体はえジョリスからえ去年かな輸入した個体でややえーロー寄りのまあミドルというかねロー寄りのえウルトラメルパイかなと思います。 で、え、ジョリスのところのウルトラメルパイは、まあ、以前も以下お伝えしたかもしれないですけど、一番こう使っているというか、えー、ベースになってる親のウルトラメルパイが、え、ヘテロゴースト確定だったということで、基本的にこう、ジョリスのところで生まれてくるウルトラメルパイは、まあ、ほぼ全てが50%ヘテロゴーストだと連絡をもらいました。なんだ、この方も一応ま、50%ヘテロパイだとのことです。<laughs> やっぱりこうヘテロゴースト入ると結構色を明るくなるというか僕は結構綺麗になる印象で、なのでジョリスから出てくるウルトアメルパイで結構綺麗な個体が多いですね。あとはまあ何よりこのロー気味というのが僕が好きで、結構僕の好みのこう、あの、割合というかね、こう模様のバランスのパイかなと思います。やっぱりこうウルトアメルパイせっかくこう、 t プラスというか t マイナスというか、そのアルビノ系の中でも濃いめのモルフなので、まあやっぱ濃くしていく方向に僕は進んでいくのが好きですね。まあ、これをパンプキンパイにしたりとか、まあブラックパステルとかエンジンとか入れていくと、個人的には楽しめるんじゃないかなと思います。この個体はウルトラメルパイのオスで32万円で販売予定です。 え、いてご紹介するのがバターバットマンのメスです。えー、この個体はアメリカから輸入した個体で、この個体も去年輸入した個体かな。まあメス個体で、まあ結構気に入ってるんで、こうガンガンエスを開けて育成していってるんですけど、まあ、今回は道復ペットフェスに持っていこうかなと思ってます。えっ、ー、とね、最近多分この個体イベント持っていってなかったかなと思うんですけど、結構お気に入りで、 こう、顔はもうまさしくバットマンっていう、まあ、レオパールスポットノーズっていう感じのえ表現なんですけど、まあ、体がまあ、フルストライプで、結構太めのフルストライプで、なおかつ、こう、サイドは結構スポットしっかり出てるタイプで、僕の結構好きなタイプのバットマンですね。まあ、フルストライプでサイドスポットみたいな感じで、こう、自分の中でのこの、なんか王道のバットマンなんですけどね。うん、こういうの結構好きですね。おそらく、あとはそのバターの影響によってサイドの模様が詰まってるのかなとか、思います。右半身側こんな感じで、 左半身はこんな感じですね。結構思い集まっててかっこいいですね。やっぱりバタークラウンとかあとレッサークラウンうん、そのあたりって結構個体差激しくて、こう突然こうすごいビジなクラウンが出てきたりとか、まあ理術系もいるんですけど、やっぱりバターレッサーは、クラウンはやっぱビジ系が多いような気がします。 おそらくまあ、そのバターの影響で明らかにこのサイドのスポットが詰まってるんじゃないかなと思います。ただ背中とか、え、顔の表現、まあ色は別として、あの、パターンの表現としてはバターの影響を全然受けてなくて、こうしっかりこう、なんていうかまさしくバットマンという顔。で、なおかつ背中もこうしっかりレオパード表現強めのフルスライプ。で、サイドと全体の色だけにこうバターの影響が出てるっていうのも、こう、このバランスの良さの理由なのかなと思います。 え少し成長している個体ですね。えー、この個体は、えー、バターバットマンの、えー、メスで42万円でハモ予定です、えー。続いてご紹介するのがパステルレオパードブリッツエンチイエロベリーオアスパルトスパイダーのメスです。えー、この個体は国内繁殖個体で東電、えー、が昔輸入したパステルレオパードブリッツイエロベリーのメスに、えー、オスワガスティンガーフリーベイですねから生まれた個体です。ま,あ、まずパステル。 と、あとはもう完全にこう、まず頭にこうフォーカスしてみてほしいんですけども、まさしくレオパードエンチバンブルビーの頭っていう感じで、この十字架が完全にもレオパードエンチ系のこの表現というか、レオパードエンチ結構頭が十字架になったりとか、それがスパイダーになっても今日割と頭に出たりとかするんですけど、うん。んでもパス、まあ、頭は見た時点で、まあ、まずパステルレオパード、おエンチ、え、スパイダー。 ま、まではわかるかな、という感じです。で、まあ、あの、メス、えー、オス親が、フリーウェイなので、イエロベリーバースラー書くて。で、あとはブリッツ判定なんですけども、サイドの表現がもう、レオパールバンブル系とも全く違う、この細かさというか、細かくて、 でも出てるっていう感じですよね。うん、結構こうリズスパイダーがリデュース系によっていったりすると、サイド全く模様出なくなったりとか、よくあるんですけど、この個体の出方は結構サイド見たことないようなこう出方で、メスはあの、パステル・レオパード・ブリッツ・イエロベリーが結構サイドに模様が細かくしっかり出てる個体で、まあそれを彷彿とさせるような表現をしてくれていて、まあ明らかにこう僕はブリッツ表現かなと、え、思うので、えー、パステル・レオパード・ブリッツ・エンチ・イエロベリー・ワスパラとスパイダー、えー、という判定をしました。やっぱりなんかこう、あ ブリッツ入ると独特のこう雰囲気というか、まあ、他ではこう見たことないようなこう、えー、スパイダー表現をしてくれるので、なんか面白いんだなと思いました。まあ、ブリッツスパイだけ初めて見た。まあ、ついでま、かなり多重なんで、ま、あんまあ参考にならないかもしれないですけど、結構面白い表現してるなと思いま、す。思ってます。えー、この個体は、パステルレオパードブリッツセンチエロベリオアスパルトスパイダーのメスで16万円で販売予定です。えー、最後にご紹介するのが、まあ、あの、先ほどと、え、個体と、シュブリングの、 答えなんですけどうーん、まあ、僕はパステルスパイダーフリーウェイベースで、まあ、レオエンチ、ポシブルレオエンチブリッツかなと思ってるんですけど、まあ,まあ僕はもうほぼフリ,ーウェイフリーウェイかなと思ってます。まあ、もしくはまあフリーウェイ、もしくはアイボリーはまあほぼ確定なんだと思うんですけどうーん、やっぱりこの表現を見るときに、このメス親のパステルレオパードブリッツイエローベリーはおそらくまあそれ以外は入ってないと思うんですよね。で おそやの、スティンガーフリーウェイが、表現的に多分、ファイヤーとかドリームが混入してたのかなと思ってます。じゃなきゃ、こんなにこう、明るいモルフというか、うん、表現にならないと思うんで。うん、だから、例えば先ほど言った、パステル、スパイダーフリーウェイ、ポッシブル、レオパードエンチブリッツじゃなかったとしたら、えー、レオもブリッツも入ったアイボリーかなと思ってます。うん、やっぱりアイボリーって、黒がなかなか表現として出ることができなくて、 ただこの答えがもしアイボリーなんだとしたら、例えばこの顔の表現というかね、顔のサイドにこう黒いスポットが出たりだとか、この背中にこう、背中というかね、このサイドまで少しこう黒い反転というかね、こうスポット出てるんですけど、うん、この黒ってなかなか出ないと思,思うんで、これがもしアイボリーなんだとしたら、レオ・ブリッツは両方入ってるんじゃないかなと思います。 まレオパールスポットのズアイブリーとかでね、結構ね、スポット出たりするんですけど、でももっとこうグレーのちょっと大きめのスポットが出たりするんで、まあ答え差も,もちろんあるんですけど、この答えの出方的にアイボリーなんだとしたらまあブリッツは絶対入ってると思います。なんでね、ちょっとこう、なかなかモルフを言い切ることができなくて申し訳ないんですけど、僕のその判定では、パステルスパイダーフリーウェイ、ポッシブルレオパードエンチブリッツ、 もしくは、えー、パステルレオパードブリッツアイボリーかなと思います。で、先ほど申し上げたように、このお蕎麦にファイヤーとかドリームが入ってる可能性もあるんで、まあその辺がポジティブルでついてくるのかなという感じです。ちょっとあの、はっきりモルフ名言うことができなくて申し訳ないんですけど、うん、まあ単純にこうすごい可愛い個体です。うん、あんまりこういう表現というかね、なんかこういう感じのを見たことないんで、うん、すごい可愛いなと思います。頭もね、ここまで白く抜けてるんで、 うんまあ、アイボリーでパステルが入ったら、まあ、これぐらい抜けることあるんですけど、まあ、フリーウィンなんだとしたら、まあ、OD とかファイヤーとかはもうほぼ入ってるんじゃないかなと思います。えー、この個体は20万円で販売予定です。 こんな感じで、本日は東北ベッドフェスに持っていく販売の提供を大紹介をしてみました。冒頭で申し上げました通り、この動画を見て気になった方がいましたら、お問い合わせいただけますと幸いです。えまあ東北ベッドフェス、まあ年に、去年1回出たのかな、えー、まあ2回目の東北でのイベントなのですごい楽しみにしております。東北の皆様とまた会場でお会いできるのを楽しみにしております。それでは次の動画でお会いしましょう。良いボールライフを。